ミオと俺ミヤミじゃないけどね。やかい。おはようございます。おはようございます。おはようございます。どうもです。お久しぶりです。何来てる。お、来てるよ。来てるぞ。50% の確率で来てるから。来てるぞ。みんな拍手して、うん、もっと拍手よ。みんな拍手して。えらいわ。俺えらいわ。すごいわ。俺えらいわ。やっぱりやっと来た。間に合ってる。そう、間に合ってる。いい。なんだそれは。みんな、そう、ゲストです。ゲスト褒め言葉かよ、おい、うん、当たり前だろうがって。俺ゲストじゃなかったっけ。違うね。おかしいな。ゲストじゃないよ、ゲストじゃないよ。ゲスト来たってみんな言ってるもん。ゲストちゃうで、ほんまに。よくない、もう全レギュラーみたいなもんだよ。当たり前と思うなよ。ほんま。すごい、今日来たんだね。えらいじゃん。今日来た。ちゃんと起きた。起きた、起きた。クソ眠かったな。そこだけあの褒めとくわ。うん、もっと褒めたたえて。しゃあなしやで、ほんまに。すいません、いただきます。まあ、いただいてます。勝手にいただいてます。うん、ほんとね。いつぶり。うん、しかもこれ、なんか変じゃない。うん、1分の2になってない。2分の1じゃね。あ、2分の1か。うん、あ、いや、1分の2だね、これだと。ね、これ1分の2じゃね。うん、間違えたね。まあ、いいんじゃね。まあ、なんとなくわかるべ、みんな。アホや。うん、打ち間違い、打ち間違い。あるある。よくある、よくある。いや、やったね。あのね、告知ね、告知ってか、企画言うときにね、1分の2って言っちゃった、間違って。あ、しゃあないよ。うん。しゃあないよ。いいよ。寝てたから、半分ぐらいは。しょうがない。まあ、初見さんとか、初見さんじゃない。そうね。初めての人いるね。はい、自己紹介からいこうかな。はい、じゃあ、はい、いつもの人から。あ、俺からいくの。どうぞ。はいはいはい。ね、もう、はい、皆さんお久しぶりです。まあ、初めましての人は初めまして。はい、みやびです。おはようございます。あんま来ないからね。あんま来ないね。うん、ちゃんとしっかり見といて。うん、このイケメンを。めったに来ないからね、このイケメンをね。はい、次は私ね。はい、みやびさん、お願いします。みやびさん、お願いします。もう、ほんまにね、今日もね、別に企画ないんだよね。そうだね。あ、やばい、見て見て、気づいたら治ってくからね。あ、ほんまや。さすがや、さすがや。ありがとうございます。ありがとうございます。今、降ってみたら、あれって思って。いや、もう仕事が早い。さすが。もう、さらっと直してくれた。さらっとね。よかったね。うん、俺がアホみたいになるからね、このままだと。俺は別に関係ないからね。せやな、まあな。確率の男はあなたでしょ。そうね、俺のミスだわ、ごめんなさいね。ちゃんと毎日来てるから、毎週。毎日は来てないの。毎週来てるから、毎週。2週に1回来てる。2週に1回。こう見るとやばいな、髪の色とか。2人とも頭派手やな。か。片方なんか副賞側だした、片方モコモコだし。派手やな、ほんまにもう。だから2分の1ってことじゃない。そう、そう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 。だから2分の1。2週に1回。ああ、そういうの。そうそう、50%。もうね、違うわ、今日締め日だよ。そうなんだよね、そういえば。そう、締め日なのに、放送やるってところ偉いよね。偉いよ、間違いなく偉い。一番ある意味、ホスト忙しい日だからね。すごい偉い日だよ。うん、ぶっちゃけだって、暇じゃないからね、この時間帯ってみんな。もうよくわかんない。なんかもう、うん、3分の1の順調な感じは。そんな気分で言った、確かに俺も。暑いな。いやいやいや、久々に来るとあれだね。何喋ったらいいか分からんね、俺は。喋るよ、ずっと喋っとけよ。あ、俺ずっと喋るの。お前ずっと喋っとけ。いや、2週間分ね、何もないからね、ぶっちゃけ。
何もしないよ、あの雑談しとこうかなと思って、うん、もういつも通りだよね、多分今日朝企画何すんのって言われてね、そう、一応聞いたの、まあ、2週間ぶりだし一応聞くだけ聞いてみようかなと思って聞いたんだけど、適当俺が返事で適当ってした、うん、そう、その適当ってきたからね、あ、はい、いいよって読んで、いやあいつは寝てた、俺危なかった、ちょっと結構滑り込みだったな、お前来たのギリギリセーフ、ワンチャン復讐されるかと思って俺はしてやろうかなと思ったけど何も言わずに、うん、朝 LINE だけ送っといて、あ、こいつ起きてる大丈夫だなと思って、安心させてからの落とすみたいな、 うわ、最悪だわ、お前一人でやっとけみたいな、性格悪いね、ほんま、それぐらいしてよくない、ね、1週間の間何かしたの、1週間の間、1週間の間もういろいろあったけどね、本当に喧嘩したしね、喧嘩したっけ喧嘩したっけ喧嘩したし、休んだし、なんかしたっけ、誰が喧嘩したの、いや、いろんな人が喧嘩するよね、あー、そういうことそういうこと、うん、この仲悪い説、再び来るね、これ、うん、再びね、この二人で喧嘩した記憶はあんまないけど会話すらしないから、一回殴られたわ、嘘つけ、一回殴られた、怖え、暴力手みたいに思われるからやめてくれ、してないしてない、酔っ払ってもな、人そうそう殴んないから俺手出さないからな、うん、逃げる逃げる逃げる、なんか俺がなんか誰かと喧嘩したみたいな手になったからやめてくんない本当にしてないから喧嘩なんかしてないよ、うん、平和に過ごしたよ割と、なんか喧嘩っ早いやつみたいに思われるからやめて、いやでもいい、ね、お腹空いてきた本当に、俺もジョイジョイいないっていいのこれいない方がいいの、うん、あ、わかんない、いたらずっと喋ってるからな、いいじゃん、うん、喋る手間省けるやん、ジョイジョイ待機してたんで、あー、いや、させようかと思ったけどね、今日一切何も寝ないことない、うん、絶対寝てる、絶対まだ寝てる、部屋目まで終わる、ジョジョ部屋目しねえっしょって部屋目しないよ、うん、あの人部屋目しないかんね、今回あのジョイがコメントで一言くるかもしんない、来たら面白い、逆に来たら面白い、それはそれで面白い、俺前回ほら遅刻したなりにもね、まあいなかったなりにもほらサポートはしたから、画面越しに、知るかそんなもん知るかそんなもん、画面越しにサポートしたんやけどな、結構気使って、あれはせこい、あれもナイスだったくない、割とそれなりには、ちょうどね俺通勤電車だからさ、電車の中でこうニコ玉見ながら、あ、なんか言われてんなと思ってさ、そうコメントでシャーって出演してやった、悠々と電話、あ、電車で見てたんだこいつ、いやいや、やばいよ、悠々と、しかも悠々としかできないからね、電車の中じゃ逆に急いで間に合わせようとか思えへんのかな、お前電車の中で急いでも変わんねえよ電車の中で慌ててどうすんだよお前、走れよ電車乗んない、走れ走ってこい、逆に遅いわひたすらお前電車の中でなんかせかせかしてるだけの人になっちゃうわ運転手煽ればいい、あ、知らんやなんで、営業時間変わる前は出勤どうしてる、ああね、ああ俺は終電で来てた、うん、そう、始発の子はみんな終電なんだよ、そうだね、おかげですごい今楽だわ、あれは早すぎた、あれ早すぎた、具合悪くなった本当に、それでそう、3時だっけ、ああそんぐらいじゃない、で終電できて1時ぐらいでしょ、2時間ぐらい、あー、ゲロゲロに眠かったからねあれはあって、ね、1日2時間ぐらいの睡眠だったもん、あの時そりゃ寝坊するわって、あの時はひゅーほんとよかった、営業時間変わって助かったわ、そう、終電間に合わなかったら来れない、来れない、来てもね、1時間ぐらいしかね、うん、1時間、2時間ぐらい始発で来てもやばいもんね、そうだね、その時やばかったね、もうお店来て1時間後にお店閉まるみたいな感じであれはまあ、今日早かったなとか言うと文句が出るからね今日営業終わるの早いなって今日めっちゃ頑張ったやん、うん、今日めっちゃ頑張ったから営業終わるの早い気がするわみたいな、まあ、そこは2部の従業員もその点に比べて増えてるかも、どうなの、2部ではないの、うん、
二部です。二部です。二部だよ。もううち二部だよ。うち二部です。がっつり二部だよ。もともとなんかね、3時からね、オープンとかでした。早い時間帯からね、やってたけど。ちゃんとスッてしたな。そう。ちゃんとね。スッって、がっつり二部です、ね。ちゃんと、おかみの方に怒られないようなね。がっつり二部です、ね。6時半からね、11時半まで。そう、今日も6時半からそう、お仕事するからねって。明日休みなんでね。せやな。明日休みなんで。明日休み。日の出。そう、日の出営業。日の出ですよ。そう、締め日の後はお休みでございます。はい。まあね、明後日？明後日も？明後日休みだっけ？あ、わかんない。あ、なんかワンチャン的な話あったよね、そういえば。いや、ないかもね。いや、あってほしい。いや、2連休はないかもね。いや、もう一回社長に言おう。いや、言わないよ。いや、俺頑張ったもん。え？俺頑張ったよ。いや、正確には俺が頑張ったんじゃないんだけど、どこも行かないよ。いや、もうどこも行かないけど、2連休やってもね。いや、行くにしろ行かないにしろゆっくりしたいよね。2連休はやっぱ欲しい。連休ならどこ行きたい？温泉行きたい。箱根行きたいよ、俺。あ、誰だと思ったの、お前。あの人。温泉使ってなんかもう日々のね、疲れを癒したいよね、ゆっくり。何？それ何？それ何？あ、すいません。はい。いやー、スキー行きたい、もう一回スノボしたい、スノボ。スノボ行きたいねん、けども。え、何で行ったん、スノボ？新幹線。あ、それ誰？車で行きたい、ゆっくり。いや、遠いよ。いや、車の方が楽だよ。スノボ行きたいね。スノボ行きたい。ウィンタースポーツ行きたい。今年やってない。いいよね。今年やってないよ、俺。夏より冬だよ、やっぱ。車使うチャンスだよ、車壊れてるから。いや、治ったけど。治ったの？雪道、あの車行けないから。雪降ってないとこじゃん。雪で埋もれるんじゃない？埋もれる。本当に埋もれる。すりまくんじゃない？タイヤっつうか車高よ、なって。雪の時だけね、レンタカー借りてね、スノボ上に乗っけて行きたいわ。ダメだよ、スノボ上に乗っけたら、あ、傷だらけになっちまう。持たない。そうだ、ねえんだ。おい、そう、一回さ、高速道路走ってたらさ、前の車からスノボ飛んできたことあった。やば、刺さったら面白い。もうやべえと思った、マジで。フロントにバサッと。いや、なんか前の車のなんかくっついてんな、バタバタしてんなってふわって飛んできて、え？みたいな。当たったの？いや、避けた。危ないね。かろうじて、最近車が島に通すと多くない？いやー、ってかもう、って新宿住んでたら、車いらんからね、実際。俺もだって免許更新行ってないもん。まあ、絶対高速のスポットだったら、フロントガラス割れるってか、多分俺の首が文字通り飛ぶよね。スパンって。いや、面白そうやね。一回やってみよう。絵面がえぐいわ。一回やってみよう。くっつかねえから、俺そんな簡単に。んちゃとか言うね。ギロチンされちゃうから、朝からグロいから、ほんとに。いやあれは焦ったね、でも。事故だけは気をつけて、ほんとに。ほんとそれな。いや、みんな車運転すんの？あ、それ気になる、確かに。見てる人たちは。そう、みんな、するんの。免許ある人結構多いんかな、やっぱ。しないか。今のとこ2分の1だよ。2分の1だよ。2分の1だよ。ペーパードライバー。そう、市内に入っとる。お、2分、結構やっぱ2分の1なんだよ。みんな2分の1好きね、やっぱ。2分の1、じゃあお題2分の1にしようか。何お題2分の1って。2分の1で、あの、やっぱみんなに質問して、2分の1になるようにする。あー、何それ、なんかいいともみたいやん。あ、いいともじゃないの。まあ、あれ 100分の1だけど。羽2分の羽、多分あれ50単だと思う、別に。あ、ね、アンケートお題が必要だよね。お題欲しいわ。セックスするときゴムつけるかつけないかどうぞ。いや、そのお題はちょっと2分の1やめたい。できればやめてほしい。朝ぐらいちょっと少し健全に行こうよ、ほんとに。いや、みんなコメントしても誰か分かんないからさ。まあ、そう、俺らはやばいけど、俺らは言わないようなもん、そんな、ね、そこはノーコメントだけど。
男性の、あ、そっか、ゴムつけて欲しいか欲しくないかで、うん、あ、そうだね、うん、欲しくないの方が多いんだね、実際、多分そうなの、うん、そう、相手にもよるだろうけど、マジ、うん、分かんないよ、じゃみんな考えておいてね、うん、ちょっとね、一回 CM やるから、その間に一回 CM 入るから、みんな考えておいて、うん、ただの間でね、すいません、下ネタで、はい、うん、CM どうぞ、いいか待つぜ。なんでうちを選んでくれたの？月給26万3ヶ月サポート、新人でも出勤7時から3ヶ月に1回旅行付き、忙しすぎて人が足りないけど明日から来れるか、はい、君たちやっぱりロブジーだな。この時が来た。よし、まあね、せっかくだからね、アンケートを、アンケートを取りますよ、うん、はい、割とリアルなガチなアンケートを普通に取りますよって、うん、みんな真剣に考えて答えてね、だってみんな気になるやろ、やっぱそこらへん脱ごうかと思ったけど、やっぱ聞くとこ寒かったわ。オッケー、オッケー、いける、タイミングだね、タイミング、もうアンケート行ったみたい、おー、行った、来たね、話したな、本当に、もう来たなくねえよ、好きな、いや、好きな人というか、ね、もう、いや、もう、つけるかつけないか、そう、シンプルに、相手にもよるだろうけどね、待って、ほら、する相手なんか相手にもよるじゃん、それこそセックスするとき、ゴムつけてほしいか、欲しくないかっていう話、う、生か生じゃないかだね生派でしょ、やっぱ、そこら辺俺コメントしたくないわノーコメ、ノーコメ笑ってごまかす、俺もコメントしてないから、うん、自分でどつぼハマってっかんな、来たのちなみにつけてほしくないだってほしい、あの綺麗に半分に分かれてほしいわ、やっぱ2分の1だから、うん、生か生じゃないから、ね、そうだよ、圧倒的生派でもちょっと困るアクションにいやどうだろうね、あ、お、お、お、あ、あ、でも、あ、あ、結構普通に綺麗に分かれたね、いい感じじゃない、うん、なんか割と半々だね、まあ、やっぱつけてほしい派がちょっと多かったけど、2分の1 OK だこれ、ほぼほぼ2分の1 OK だ、ね、素晴らしい、素晴らしい、いい、分かれたね、まあみんな多分嘘ついてるけど、綺麗に2分の1になるようにみんな何操作した、そこらへん絶対みんな嘘ついてるよ、絶対つけてほしくないでしょ、いや欲しい人は欲しいと思うよ、うん、リアルな話、すいません、すいません、いや全員が全員生派じゃねえから、うん、じゃあみやびと生でする、その話題やめないそれはやめない、それいろいろと問題あるから、なんか話題的にやめて、いや別にやってもいいけどお前もやれよって感じだよね、困るな、困る困る、あれじゃない、生でするならみおかみやびか、あーなるほどね、まあ、やりたくないってテーマあるけどねいやそれはなしでしょ、それない、生でセックスだよ、この野郎、言っちゃった言っちゃったセックス、エッチ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 な話、エッチな話、
エッチな話やめて、やっぱ2分の1になるかもしれないから、あの、うん、何、俺が好きか、みやびが好きか。あー、あ、それできれば見たくねえな、結果。これいける、やってみようか。いけますよ、これ。ちょっとね、じゃあね、やってみようか。そう、みおが左だね、画面ね。みおみやびで、多分これ俺がみやびで、こっちがみお。今後のモチベーションに関わらない。いや、関わるよ、多分、大いに。いや、大丈夫ですもん。俺のおかん見てるやないか、うん、違うか、うん、いや、俺のおかんかもしれない。あ、いやー、お声のおかん見てたらまずいわ。いや、おかんこれ見てたら笑うで。いや、速攻電話かかってくるよ、多分。おめえ何やってんのって。でも、おかん俺のこと見ても分かんないと思う。どうだろう、間違いなく分かんない。いや、怖いね。いや、楽しみやね、これ。あ、恐ろしいね。楽しみ、2分の1でやってほしい。これ、あの、結果によっては俺また来週も休むから。俺、あの、帰る可能性あるから。うわ、マジか。即答だね、これは。確かに、これこそ本当にきっちり分かれて、半分に分かれてほしい。それが一番平和だよ。分かれて50で本当にやってほしい。俺見ないから。もう意味ねえやん。いや、怖いな、これ。俺勝ったら嬉しいよ、俺。半々になるはずのアンケートだからね。そう、半々になるはずのアンケートだ。大いに偏ったら、ちょっと今後のモチベーションが多分ガタガタになる。どっちかの。今日出勤しない。いや、まあ締め日も終わってから出勤しない、多分。いや、もう今日も出勤しない。場合によっては。このまま帰る。このまま帰る。もういいっつって帰る。いや、でもだから、これがね、まあ、ぶっ飛んだ話題も面白いけどね、やっぱ。おお、マジか。嘘やん。マジか。ほんまに奇跡やん。ミラクル起きたで。すげえ。みんなありがとう。ありがとう。気遣ってくれたよ。みんなの気遣いあってこそのフィフティフィフティ。すげえ。よかった、モチベーション2人とも保たれたわ。あっぶねー。これ投稿したの2人やったら笑うけどね。ありえる、ありえる、ありえる。ね、2人でこう、なんかもしや2人でたまたま見てて、この人とこの人で半々で入れようみたいな。悲しい。やばいね、これ。そうだね、アンケート多分想像できないから。え、すごい奇跡起こったね。ほんと綺麗だったね。2分の1だよ、これ。いやー、神回だわこれ。ほんと神回だわ。なるほどね。じゃあ今同点ってことだね。同点ってことだね。キラキラ。なるほど。やっぱ操作できないみたいね。結果できないと。できたら困るけどね、アンケートが。お、すごい。びっくりだわ。綺麗な、完璧な成功じゃん。成功したわ。気持ちいい。帰ろう、俺。今、今日頑張れる。今日頑張れるわ。ちょっとやる気出た。なんかいいことあるかも。ほんまかな。あったら嬉しいけどな。いやー、いいね。今のは気持ちよかったよ。どっちにも偏らず。そう、なんかやりきりできたわ。ちょっとね、そう、それは2分の1で思い出したけどね、まあ実際俺が2分の1の確率でしか出勤はするか。来なくて来て、来なくて来て。そう次来ないから。そう、でもね、なんかまあ多分前回の回で言ってたんだろうけど、もう俺も見てたし。あ、そうだ。そう、飯って横のこれがうるせえんよ。飯、そう、連れてけ。みんな聞いてたもんね。みんな聞いてた人いる？でもまあ見てた人は聞いてんじゃない？おー、証拠写真どうだった？ほら、もうね、お見せしましょう。じゃあお見せしましょう。じゃあ、いきますよ。クソったいな。3、2、1、お願いします。ちゃんとね、はい、これ音声撮ってるかな。どうだろう。いや、もうね、はい、連れてってもらいましたよ。連れてかされました。うん、連れて行かせました。泣きられたようなもんだよね。ジョイジョイブレないね。後ろ誰か分かんない。ジョイジョイじゃないよ、俺。もしかしたら違う人かもしれないから。ジョイジョイじゃないから。こうやってだけの人かもしれないから。俺、ジョイジョイじゃない、また別の人かもしれない。
この間もジョイジョイ来てないから、ね、あ来てなかった、あ違う人、ジョイジョイじゃない、いや結局ね、ケツ持ちやらされたよね、ラーメン食べました、うん、ラーメンおごらされました、はい、ラーメン食べさせてもらいます、まあ結局これ残してるけど、お前があれ、 あれよな、なんか欲張ってなんか大盛り頼んだくせに、大盛りとライス頼んだくせに残すっていう、いや麺がね入んねん、ご飯は入る、意味わかんねえよ、麺は入んねん、ご飯はちゃんと食べた、うん、残りの麺はジョイジョイ食べた、あジョイジョイ、うん、やっちゃった、隣の一人ね、そう欲張って残すパティーンを、いや大盛りって値段変わんないの、まあ変わんないけど、大盛りにしてればよくない、まあまあね、わかるけどね、その気持ち、俺普通に完食したから、外国人食べるの全員大盛りで頼んだ、この時そうだね、そうだね、俺は普通に大盛りご飯全部ちゃんと食ったけど、いやいやご飯、え、大盛りご飯は無理やろ、あー、これ作った、俺食ったよ、麺大盛りにご飯に、仕事終わってから12時ぐらいだったの、11時、12時半ぐらいか、うん、そうだね、綺麗にお昼ご飯だよ、昨日だね。あの、スレスレでもう逃げ場がなかった。こいつめっちゃ逃げるんだよ。のらりくらりとね、なんか何かにつけてね、投稿してたけどね、ダメやったわ。この1週間言い続けたからね。1週間のらり、最終日も行けると思ったんだけどな。1週間。昨日ばっかはね、何も言い訳がなかった。いや証拠写真撮らなきゃと思って。一昨日まで真っ当な言い訳が いっぱいあったんだけど、今日はなかったわ、本当に逃げるよこいつ、いや間に合ってよかったね本当に、間に合わせてもよかったけど、俺は間に合わせるつもりやったから大丈夫、いや意地でも逃げ切ろうと思ったてか時間たつの早いな、うん、本当だね、もう終わっちゃうよ、もう1分前、早いね、あ今度歌ってだって、今度歌ってカラオケいいね、まあ俺は好きよカラオケ、はあいいいいいいでしょうまあ考えときましょう、いやまあ来週来ないけどね、あそっか可能性あるな、うん、お口、うん、またワンコーラスカラオケバトルそんなんやったんだ、あれやん、あの昔の、あ、そうなの、うん、あ2分の1成功したし、まあ、うん、神回だった、今日もね、はい、一日頑張りましょうね、まあ営業、はい、6時半からやってるんだよ、はい、もう、ね、締め切りなんでよかったら、みんな、あと1時間後、ね、うん、そうだ、1時間後ぐらいからもう始まってくからね、来てね、待ってるよ、バイバーイ、グッバーイ、でもなく黙り込んだことにされ何回目の錯覚だ笑っていたろうさっきまで伝い込んだ仮面をやめ落下に紛れ込み死んでしまった順序ましてや無情なほど溺れているんだよ息もせずに壊れてゆくこの街で僕らは無力だ。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。